寺尾勝根和は審査翼運動家、東京都文京区出身、芝高等学校卒業、横浜国立大学工学部科学工学科入学。日本共産党神奈川県委員会に加入し、軍事部門のリーダーとして、猛火重宝店襲撃事件やインバ馬マ事件などに、関よ、後に連合赤軍に加わり中央委員となる。山岳ベース事件で、 連合赤軍委員長の森恒夫に死刑を宣告され、メンバーによって殺害された。処刑前の追及では、森恒夫による、〇〇と思っただろうという追及を言われるがままに、認め、さらに、するつもりだったという告白を行っていた。厳しい追及によって、本心ではないことを認めたり告白したりしたとされる。一方で権力との具体的な接触について、 追求された際は、これを、きっぱりと否定していた。森常夫は、処刑の際、寺岡を、スターリンと同じだとした。中ソロンで中国派の立場にあった元革命左派の、長田横谷坂口博士は、寺岡処刑の理由として、スターリンを持ち出すことに、違和感を持ったが、それを森に問うことはなかった。処刑前の寺岡への追求においては、 スターリン問題と絡めた追及は行われていなかった。寺岡は、連合赤軍メンバーらにアイスピックで何度も刺された、上、考察された。寺岡の死後、連合赤軍の一部メンバーは、浅間山荘事件を起こすが、警察側は、寺岡の所在と生死を確認できていなかったため、犯人グループの説得役として、寺岡の両親も現地に呼び寄せられている。 君たちの理論は正しいかもしれないが、私たちには理解できなかった。大衆の指示も得られなかった。独走してはならない。3は君たちの姉さんにあたる。か弱い女性に危害を加えてはならない。人間愛があるならまず三を返すことだ。君たちの評価はこれからの君たちの行動にかかっている。と寺岡が三層にいると信じて訴える両親らの呼びかけを。 寺岡殺害に関与した犯人らはその中でただ、聞いていた。ありがとうございます。